はい、皆さんこんにちは。本日はですね、神話さんから3月1日ですねに発売されます、はい、ちょっと新商品をご紹介させていただこうと思います。でこちら手元にあるのがですね、まあ、神話さんの代名詞であります墨出しのレーザー、レクシア。そうですね、今標準といえば、はい、神話さんのレクシア、はい、はい、まあ、よく見かける、はい、こちらの、タイプなんですけども、なんと今回ですねこちらではなく、はい、なんと今回ですねこういった小型の、レーザーがついに発売になりました。名称はですねレーザーロボシェル、はい、こちら、レッドと、グリーンですね、はいはい、こちらの2色が今回3月1日新発売になります。まずはですねもうこれ見てわかる通り、こちらのレクシアと比べるとですね、まあ、大きさがかなりコンパクトにやっぱりなっております。で、重さがですね、こちらのレクシアが、1200g なのに対しまして、こちらのレーザーロボシェルが、なんと 300g。軽い。4分の1。これかなり、持ち運びとかかなり便利ですね。そうですね。うん。で、こういったケースももちろん付属で付いてきますし、はい。で、これなんといってもですね、カラビナがこちら付いてまして、ケースに。なので、腰とかにですね、付けて、現場とかでも、はい、かなり持ち運びしやすいような形になっております。で、この中に、付属でですね、USB ケーブル、そして充電アダプター、こちらも、同梱されております。はい。で、あとはですね、まあ、ちょっとどうやって使うのかってところなんですけど、まあ、本当全然話簡単なんですけど、こうやって開いて、よいしょ。これで起動と。はぁ、あ。と。はい。こんな感じですね。早いですね。すごい楽ですね。うん。うん、で、ここの接地面の、足のところなんですけど、こちらはですね、プラスチックじゃなくて、ラバーを、今回採用されてるってことなので、うん、まあ、大型の、まあ、大きい現場とかだと、結構振動とかね、結構激しいので、うん、はい。なので、ここは、足がゴムになっていることで、かなり振動にも、強くなってるんじゃないかなと。はい、滑りにくいですね。滑りにくい。うん、そうですね。はい。な感じになっております。で、あと、こちら、バッテリーがですね、内蔵になっておりまして、はい。で、こちらのバッテリーの、容量なんですけども、こちらのレクシア、レッド、21P、レクシア 21P のレッドがですね、約15時間。で、こちらのシェル、こちらのレッドがなんと今回24時間。かなり持ちが良くなってる。で、こちらのレクシア 21P のグリーンですね。グリーンは、約7時間に対しまして、こちらのレーザーロボシェルが、約12時間。こちらもかなり、バッテリーの持ちが良くなってると。これ結構大きなポイントですよね。そうですね。緑色は結構電池食うって聞くんで。はい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 。そうですね。まあ赤とちょっと緑と比べちゃうとやっぱりちょっと大体倍ぐらいちょっと時間が違うんですけど。はい。で、あとはですね、まあこれは用途的にはあれですか？例えばコンセントとか。そうですね。器具付けとか。多分精度的にあんまり長い距離の精度は、うん、そこまで求めちゃいけないなっていう機種だと思うので。はい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 。まあ、近場で、まあ、ライン出して、はい、うん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 、どんな用途でしょうかね。はい。縦横ライン5メートルで、まあ、プラスマイナス2ミリ。2ミリ。はい、うん。っていうところなんで、これは、まあ。これはね、うん、そう、レーザー回転はそこまで精度が高いわけではない。ああ。はいはいはい。まあ、ただ言ってもやっぱり小型っていう他にはない強みが、うん、あるんで、はい。まあ、そっかそっかそっか、なるほどですね。そこら辺がちょっと違うポイントですね。はい。はい、じゃあ実際にちょっとつけてみたいなと。はい。はい、お願いします。思います。まずはレッドからいきますか。よいしょ。おー。え、結構、しっかりくっきり出ますね。ちなみに、こちらがグリーン。よいしょ。おお、まあ、やっぱりそうですよね。グリーンの方がやっぱ視認性がいいから。そうですね。うん。より明るくは見えますけど。はい。で、まあ、気になる、まあ、照射ラインですね。はい。これが、まあ、従来通りですね。縦と横。そして、点積みと地積みの4ポイント。はい。はい、にはなっております。はい。で、今ちょっと結構部屋の明るさを落として、一応見てはいるんですけど、お悪くないっすよ、ね、全然十分じゃないですか。ね。ちなみにちょっと、リクシアも。つけてみますか。はい。念のため。
きますよ。はい。ああ、明るいですね。まあ、さすがで、さすが。やっぱ明らかにラインの太さとか、あの明るさとかっていうのはやっぱりレクシアの方が、はい、まあ、ちょっと上かなっていう気はするんですけど、はい、まあ、ただこうやって暗い空間で使う分には、はい、まあ、そこまで見劣りするようなものでも決してないような気はしますね。あと赤がね、どれぐらいちょっと違うのかも気になるところではあるんですけど、うん、うん、そうですね、こんな感じでございますね。はい、はい、それでですね、ちょっと実際に使ってみました。はい。で、最後にちょっと、まあ、補足なんですけれども、まあ、こちらですね、内蔵が、バッテリーがですね、内蔵タイプになっておりまして、で、まあ、ちょっと電池交換の際はですね、まあ、ちょっと内蔵のちょっとデメリットではあるかもしれないですけど、ちょっと交換対応、まあ、修理対応っていうんですか。メーカーさんに出すってことですね。はい。のちょっと対応でしかちょっと今のところできないっていうことなので、そちらだけちょっとご購入された際はですね、はい、そちらだけちょっと気をつけていただければなと、はい、思っております。バッテリーがダメになる頃にはちょっと制度不良だとか出てくると思うんで、合わせてメンテナンスをして、そうですね、まあもしかしたらそこら辺で買い替えの、判断をっていうことにもなるかもしれないですし、はい。でも、まあ、やっぱり大きな特徴としてはやっぱり軽量、そしてコンパクト、はい、やっぱこの2つがかなり、はい、ポイントなんじゃないかなと、はい、思います。本当に実際ね、このレクシアと比べてみてもそうなんですけど、かなりやっぱ軽いんで、はい、で性能もやっぱりそこまで悪くないようなもちろん気もしますし、はい、まあ、ちょっとこれは実際現場でお使いになられるときにですね、はい、ちょっとご自身の目で確認していただければなと思っております。であとは気になるお値段ですね、はい、でこちらのグリーンが定価で65,000円、そしてこちらレッドが48,000円となっております。はい、それではですね、今回神話さんから3月1日、新発売となります、レーザーロボシェル、こちらのご紹介をさせていただきました。本日はありがとうございます。